リカルド・オドノ・ポソフは、アルゼンチンのブエノスアイレス生まれのバイオリニストである。1914年、ブエノスアイレスで、ユダヤ系ロシア移民の子として生まれた。13歳の時、ベルリン音楽大学に入学し、1928年から1931年まで、カール・フレッシュにバイオリンを学び、パウル・ヒンデミットに作曲を学んだ。1931年、 エイリヒクライバーシキベルリンフィルハーモニー、還元楽団演奏のソリストとしてデビューした。九百三十二年、ウィーンのコンクールで第一位を獲得し、九百三十七年のウジェーヌイザイコンクールでダビッドオイストラフと優勝を争い、第二位を獲得した。このコンクールでは、オイストラフがソ連政府のチームを引き連れて、コンクールの数週間前から開催地である、 ブルッセル入りし、完璧な準備を整えていたのに対し、オドノポソフは当時ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを務めており、コンクールの前日、ウィーンでの演奏会を終えた後、夜行列車でブルッセルへ向かい、休みを取らないままコンクールに臨んだという。1934年1月1日、ウィーン国立歌劇場総監督のクレメンス・クラウスによって、 ウィーン国立歌劇場還元楽団及びウィーンフィルハーモニー還元楽団のコンサートマスターに採用される。総監督のクラウスの責任で弾いていた使用期間を経て1935年9月1日に正式にウィーンフィルハーモニー還元楽団のコンサートマスターに就任した。ナチスによるオーストリア併合の影響により1938年9月1日に 歌劇場及びウィーンフィルを対談し、ウィーンを離れた。1944年、カーネギーホールの演奏会でアメリカデビューを果たし、アメリカではアルトゥーロ・トスカニーに、ブルーノ・ワルター、エルネスト・アンセルメ、レナード・バーンスタイン、フリッツ・ブッシュ、アンドレ・クリュイ・タンスなどと共演した。1956年に、ウィーンに戻り、1957年に、 ウィーン音楽アカデミーの教授に就任、後にウィーンフィルハーモニーの団員となるパウル、グッケンベルガー、オルトビン、オットマイヤー、エドバルトクドラクラを育てた。1973年にウィーン音楽アカデミー教授を退任し、1975年から1984年までチューリヒ音楽院でバイオリンの教授を務めた。1994年2月24日に80歳の 誕生日を迎え、翌25日に、ウィーン楽友協会内、ホール壇上での記念式典で、ウィーンフィルハーモニーの名誉リングが贈られた。2004年、ウィーンで没した。ありがとうございます。